横浜米サイドラインの2階建てバス2台目車両 4K レモナコ URG620VBN1994 年式ブルーラインからの転用車高の見える丘公園にて横浜米サイドラインは横浜市交通局が2016年9月まで運行していた定期観光バスである横浜市 A バスほどがや営業所が担当していた本では 路線の前身となった市内遊覧バス港横浜2階建てバスブルーラインについても述べる。こちらは横浜市 A バス滝頭営業所が担当していた。いずれも2階建てバスが使用されていたが、すでに除籍されている。横浜市の定期観光バス事業開始は1935年に遡る。関東大震災の瓦礫埋め立てのため造成された山下公園で、 この年の3月26日から5月24日まで、復興記念横浜大博覧会が開催された。これを契機に、同年12月23日から、横浜駅、桜木町駅から、伊勢山港大神宮、野毛山公園、横浜競馬場、杉田梅林など15箇所を周遊する市内、遊覧バスの運行を開始した。1937年10月19日より、 日中戦争によるガソリン不足のためより運行休止。戦後の1953年1月1日に市内遊覧バスの運行を再開した。ブルーラインの2階建てバス初代車両、日産ディーゼルスペースドリームが 66T1984 年式1993年、頃、横浜駅、東口バスターミナルにて1984年4月1日より、 港横浜2階建てバスブルーラインの名称で、市内定期ルランバスの運行を開始。運行開始に先立ち、同年3月に横浜スタジアム前で2階建てバス、お披露目式が開催された。これは、館内駅から馬車道、大三橋、山下公園、横浜中華街、港の見える、丘公園など、 横浜中心部の観光名所を巡回するもので、後の赤い靴と同様に道路上の停留所で乗降扱いを行う路線バスであった。専用乗車券は200円で乗車券の提示で、横浜マリンタワー、氷川丸、横浜開港資料館、横浜人形の家で入場料割引が受けられた。運行開始にあたり、専用車両として国産初の2階建てバスである。 日産ディーゼルスペースドリームの試作車が3台導入された。横浜市経済局が車両を購入し、交通局が運行していた。スペースドリームの導入例としては日本初となり、また複数台導入したのも横浜市のみである。1984年の運行開始時の経路は以下の通り、館内駅を奇襲点とし、港の見える丘公園で折り返していた。 1989年には、横浜博覧会の開催に合わせ、会場の港未来21地区に近い桜木町駅が起点となった。さらに、1990年には、横浜駅東口が起点となり、横浜ベイブリッジで折り返すようになった。1990年時点の運行経路は、以下の通り、高速道路経由で、 横浜駅東口とスカイウォークを結ぶ直行便もあった。運行開始50年が経過したため、1994年には専用車両が2台目の2階建てバス、4系レモナコに置き換えられ、3台が申請配置された。61人乗りのサブエンジン式冷房車で ABS を装備していた。1996年3月31日、路線再編により廃止。 横浜米サイドラインに引き継がれた。なお、2008年に路線相性が導入された横浜市営地下鉄ブルーラインとの直接の関係はない。横浜米サイドライン専用車3代目、車両費のセレガイス HD2008 年式、リフトバス、横浜赤レンガ倉庫前にて8から3011号車の車椅子用リフト、神奈川県バス協会。 バス利用感謝で2018にて1996年5月1日、愛称を横浜ベイサイドラインに変更。それまでの路線バスから乗降地とコースが決められた定期観光バスとしてリニューアルし運行開始。午前コース、午後コース、夜コースの3コースがあり、バスコンパニオンと呼ばれたバスガイドも天井していた。専用車両は、 ブルーラインで使用されていた2階建てバスの4系で、モナコ3台を転用。担当は滝頭営業所から保土ヶ谷営業所へ、移管され、専用車両も同時に転属した。書類上の系統番号は151系統であった。しかし、2005年に運行開始した周遊バス、赤い靴に押され、利用者が低迷した。2008年12月には、新車として、日野。 セレガを導入し、車体の塗装を赤色に変更。同時にコースをリニューアル。1日コース、横浜ストーリー、午前コース、ノスタルジック横浜、平日午後コース、横浜シーサイドアフタヌーン、土休日午後コース、横浜アフタヌーンクルーズの4種類とした。2009年の、開国博愛150回期中は、桜木町駅発の短時間コース、 横浜クイックビューイングや博覧会を組み合わせた特別コースが設定された。2013年度には上向きに展示、と休日限定の1日コース、とことん横浜を新設、午前、午後コースをそれぞれ丸ごと早回り、開校物語にリニューアルした。しかし2014年度の年間利用者は約1万3000人で、10年前に比べ3割ほど減少し、 乗客ゼロの日もあった。2015年3月末をもって、予備者として1台残っていた 4K でモナコが助手席となり、これを記念して、同年3月末にバスツアーが開催された。2016年9月30日をもって、横浜米サイドラインの運行を終了。これに変えて、赤い靴の増便と、ぶらり、野毛山動物園バス、ぶらり、3K 園バス。 ブラリアカレンがバスを開設した。横浜米サイドライン用の車両は今後は貸切バスとして使用される。同年10月29日には横浜市交通局のイベントで横浜米サイドラインが復活運行された。4K レモナコ車両ギャラリー2016年9月の廃止時点では下記の3コースが運行されていた。いずれも横浜駅東口バスターミナル発着。 丸ごと早回りは、港未来、館内地区の指定ホテルで乗車可能。開港物語は、横浜駅到着後、館内地区の指定ホテル、または横浜中華街へ送ってもらうことができる。丸印は下車見学。ありがとうございます。